麻生千香子5月30日隊は日本の実業家。麻生昭治取締役、麻生フォームクリート取締役、麻生公産取締役などを歴任し、現在は麻生の取締役。父は鈴木善光元首相、夫は麻生太郎元首相。本名は千香子だが、署名などでは千香子を通称として使用している。鈴木善光の三女として東京都に生まれた。 全校の内閣総理大臣就任後も、一家は総理大臣皇帝には住まなかったという。その後、日本女子大学の家政学部を卒業。父、鈴木全校は内閣総理大臣に就任すると指定に、若手議員らを招いて、懇談会をたびたび開催した。その出席者の一人だった麻生太郎と知り合い、1983年に結婚。 同年行われた第37回衆議院議員総選挙で、太郎が落選した後、太郎の政治活動をサポートするようになった。1986年の第38回衆議院議員総選挙で太郎は当選し、政界に復帰した。太郎が東京都渋谷区に居住し、国会議員として多忙なことから、福岡県第2区の支持者周りを積極的に行った。 太郎が河野傭兵の派閥、大友会を継承し、ため公会を発足させると、ため公会所属議員の妻らを集めて、食事会を開催するなど、派閥内の結束強化に一役買った。1990年代より、建設資材を扱う麻生商事、土木業を営む麻生不をむくりと、保険代理店を展開する麻生公さんの取締役を務めた。さらに、議定。 麻生康氏が経営する麻生にて取締役に就任した。麻生は、営装グループの中核企業であり、麻生興産など各社を束ねている。2010年代に入り、麻生社長に、大の長男、麻生岩尾が就任した後も、麻生の取締役は近子が務めている。本名は、近子であり、在籍する企業の役員一覧など公的な場では、本名を使用しているが、 それ以外の場では漢字を使わず、ひらがなで、近子と表記することが多い。趣味として、料理や園芸をあげており、特に園芸の中でもバラの栽培を好んでいる。東京都にある自宅の庭にて、多様な品種のバラを育成している。日本の民法725条に定めるところの、親族のみを記載する。ありがとうございます。